ですね。いい。いいですね。はい、あ、その辺いいですね。こうだ。あ、それいいです。それは最高。おお。聞いてます、聞いてます。セモミライト。そう。よくわかんないですね。それ普通もみとかじゃなくて強もみライト。そうそう、あの、なるほど、なるほど。で、それだと今60分4000円なんで。はい。まあ、さっきやってた牛くるぶしのとこからかな。はい。この辺ですか？もうその辺全体ですね。うん、全然なんともないです。なんともない。はい、大丈夫です。で、内っぱは？内っぱは。こっちででした。ここ、こういうとこ、もうちょい外側なのかな。外側、若干、はい、このここ、こっちの筋側で上がってます。合ってます、うん、で、それをもうちょい外側から狙ってほしいかなと。外側からっていうのはこっち側から。こっち側から。私が佐野さんの外側に立ってってこと？あ、こっち側に立ってほしいです。あ、こっち側に立って、こっち側に立って、ああ、はいはい。そう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 。で、これで、でこっち寄りってこと？外寄りというか。外寄りで。でもこの指の向きで大丈夫なんですかこれ？こう。まあ、場所的にはその辺ですね。ここをでも肘とかって言ってましたよ。そうです。そこを肘でやってほしいなって。立ててほしいです。角度的にはどうなるんですか？このここを入れていく感じですか？そうですね。で、それをこう、うん、なんていうのか、前方若干外方みたいな。はい。はい。こっちってことそんな感じ。あ、はいはい、場所的にそれなんですよ。今コリッとしましたよね。すげー、張ってますよこれ。そのコリッとしたところを肘立てて、もう中等でガッツリと、はいはい、でもまっすぐ押しちゃダメなんですよね。こっちから入れて若干内側から欲しいですね。外側に抜けるようなイメージで、はいはいはい、多分そうじゃないと捉えられないんだと思います。これだよなというのはあるんですけど、はい、これ来てないんですもんね。もっと欲しいですね。マジかこれで、あ、もっと来てもいいです。怖いな。グリーンってなりそうで怖い。そう、だからグリーンとなるの怖いですよね。怖い怖い怖い。ただ圧的にもうちょっと欲しいなみたいな。右手だから行くないのかな。でもこっちからこう行くと右しかないですもんね。これで、はい、もっと乗せる。あ、いい感じ。これぐらい。はい、いい感じです。で、こっちに入れるんですか。そう、うんうんうん、若干外に抜けるようなイメージですね。外に入れつつちょっと前方でしょ。はいはい。東方ってことですよね、頭側。うん、あの、あ、この、なんの前、すねの方ってことか。そうそうそう。の、すね側の外側ね。そうそうそう。だからもうそっちから入れて、全肩骨筋の方に抜ける感じですよね。ああ、はい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 。なるほど、なるほど。これで、疲れんな。なんかこう普段使わない神経でやってる感じですね。はいはい。やり方的にも今のここグリンとしたとこ、これですよね。これですよね。それです。それをしっかり捉えて、ああ、もう今来てます。最高。はい、はい、ああ最高。これでこうだ。はい、こう力入る、引っかかる方が入るかな。どうですか。来てます。はい、これでも地味な絵いいですね。いいですね。はい、その辺最高ですね。はい。
丹野さんが満足するところが見たいって言ってましたからね。これ今満足してますか？今のいいですよ、最高です。この辺はやっぱり感覚は普通にあるんで、うんうん、でもこれあんまり普通の人がやるあれ圧とか入れ方じゃないですけどね。このぐらいやってもらえれば満足ですよ。はい、ああなるほど。でもまあこれならできますね。はい。はい。これならまあ言ってもらえばやれるやつですね。はい。いやいいですね。これ最高ですよ。どの辺までですか？もうちょっと降りていっても大丈夫？もっと降りても大丈夫です。はい。この辺とかもう全然大丈夫ですね。この辺とかのが狙いやすいのか、はい、どうですか？いいです、うん、来てます、うん、でももっとがっつり立てた方がいいんですか？がっつり立ててほしいですね。こうもっとその刺す感じで なんだろう、もう中東の本当に骨っぽいところで、はい、骨っぽいところで、これだね、ここですよね、ここだよな。でもね、こう入れようと思うと意外と難しいな。あ、その辺いいですね。うん、ちょっとこっちもやってみていいですか？こっち普通ですよ。こっちは普通？こっち凡人ですから。あ、足もそうなんですか？あ、こっちは切ってるから。あー、そっかそっか、はい、あ、そっか、じゃあこっちは別にこういう普通の押しで別に満足するんですね。そうそうそう、右がマニアックにやってほしいとこなんだ。そうですそうです。なるほどね。ちなみにこっちもちょっと肘でやってもらっていいですか？その感覚の、それだと強いんじゃないか、やったったら。このぐらいだったら大丈夫です。あ、そうなんですね。確かに痛い。結構違う。ああ、そうですね。これさっきより入れてないです。おお。軽い。これぐらいならやりやすいぐらい。でもこのぐらいだとだいぶ入ってます。はい、はい、はいはいはい。おお。だから右がやっぱりこれぐらいならまあまあ。はい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 。うん。し、あ、でもまあこれこっちの方が分かりやすいですね。おお。ここだなが取りやすい。あ、どうですか？ああ、聞いてますか？聞いてます聞いてます。はい、これは今どうですか？ちょっとこれだと強いですか？いや、気持ちいいぐらい。そう、痛、気持ちいいぐらいです。ああ、なるほどなるほど。そのおおっていうぐらいのちょうど気持ちいい。はい、ああ、はいはいはい。そのこれはやりやすい。痛い限度を超えないぐらいの、はいはい、痛気持ちいい感じですね。はいはいはい。これはこっちの方がやりやすい。おお。ああ。おお。ここは行きやすいですね。はい。右がでもやっぱ難しいな。ほぐれた。私こう入れる方が楽かも。はい。これじゃ来ないかな。うん。来てないですか？そうですね。あ、来ないのか。逆にじゃあこっちの手はどうだろう。引く力の方が多分あるよ。うまく入れば。やっぱ感じ方が全然違いますね。うん。こっちはもうガッツリ来たのに。うん。おやーって感じですか。右足はもうなんか感じない。感じない。うん、今コリッとなったところですね。こっちですよね。そっちそっち。ああ、いい感じ。これをこうかけたらきませんか。はい、もっと骨れちゃう。骨で押してほしいかな。あ、骨で押してほしい。骨っぽいところで。もっとガツンと立てるような感じで。立てて。寝かす訓練はするけど、立てる訓練ってあんましないじゃないですか。そうですか。あ、そうそう、あんま多分やっぱり基本リラクゼーションじゃないですか。まあそうですね。こっちから上がいいのかな。あ、その辺いいですね。こうだ。あ、それいいです。それいい。これでこうでしょ。
それちょっと違うかな。これ違う。なんか場所が違うのかな。ずれたかな。それは最高。はい。体重増えたから、はいはいはい、乗せられてる部分は重くなってるはずなんですよ。うん、前よりそのしっかり圧が来るでしょう、うん、感じがだって前より10キロ増えましたから。ああ、いや前より本当にこう鮮明に圧が来てますよ。はい、前だとやっぱ苦労して入れてもやっぱり所詮45キロですからね。まだとこ状態にもしっかり体重乗ってんで、うん、入れられますね。あ、いい感じですね、うん、入るようになってきました。ほぐれてきました。ほぐれてきましたね、わかるわかる。跳ね返りが減りました、うん、だからほぐれてくるとより鮮明になってきますね、うんうん、はい、あ、その辺いいですね。いいですよね、わかるわかる。でも今までの人とはやっぱ違う桁が違うって感じ今までの人はこんなもんで別に満足してたっすよコロナぐらいでそんな肘中等使ってがっつりって なかったっす。でもな、こういうやっぱりマニアックな注文ってなかなかできないんですよね。まあそうでしょうねだからやっぱり分かっててくれる人じゃないとなかなか注文できないから、こっちも受けてても我慢しちゃいますよね。遠慮しちゃって、まあ、まあ言ってもしょうがないだろうなみたいな。あんまり肘でやってほしいって言ってやってくれる人いないですからね。そうですね、危ないですよとか言われてね。うん、肘禁止のお店も結構ありますからね。ありますね。うん、でもそれって結局肘で肋骨折っちゃうとか、そういうのが多いから別に足だったらいいだろうって思うんですけどね。あ、でもあれか、腓骨折っちゃうのかな。やるんじゃないっすかとか、まあなんか青たんできちゃったよとか。いやでもそんなのなんかどうってことないでしょ、まあ、多分いろいろ考えた末のあれですよ。まあできない人も多いですからね、言ってもなかなか。これは指の方がやっぱり感覚があるから、肘はちょっと難しいですよ。あ、でもだいぶ鮮明に入るようになってきましたね、はい、ほぐれてきた、はい、マニアックな注文に応えられたりなりますかね。そうですね、サンドさん足あったかいですね。そうなんですよ、俺冷え性全然ないんですよ、はい、だから手もあったかいんです。あったかかったです。手足あったかいからその冷えとか全然わかんないですね、うん、あの今しょうがないから靴下履いてるけど、はいはい、冬とか雪降ったような日でも、はい、はいはい、今日は丹野さんに出張に来ていただいて、まあ、私が結構体全体的にやっていただいてだいぶ軽くなったので、これで丹野さんにもいや、あの腕とか足をやらせていただいて、はい、カメラがもうバッテリーとか充電がなくなっちゃってともう途中でね切れちゃってるんで、ほとんど田野さんにやった部分は撮れてないんですけど、感想をどうでしたか。よかったです、はい、ね、去年受けた時よりも、はい、まあ、しっかり圧が入るようになってたんで、はい、まあこんなこと言うのもあれですけど、はい、まあ、上手くなったなとありがとうございます。しっかりなんか効かされた感もあって、はい、うん、手足が結構軽くなったんで、うん、まあ、効いた感もあったし、うん、だいぶ良かったですね。良かったです、はい、単純にね体重が増えたのもあるんですけど、はい、まあいろいろ自分もね、あの成長もしてると思うので1年の間にはいろいろ習いに行ったりもね、はい、したりもしてますので、うん、その辺が功を奏したかなと思います、はい、ね、はい、それで私さん、あの妊娠してて、うん、まあ、9月をめどにですね、いっぱい9月いっぱいで、公式な営業っていうのはおしまいになるんですけれども、まあ、お店開くので丹野さんにお店をねちょっと、はい、あのスペースを貸すことにしました。はい、はいはい、だから丹野さんは日曜とか木曜っておっしゃってましたっけ、はい、そうですね、木曜と日曜は割と1日、はい、うんうん、
フリーで使えるんで、うん、まあ、その時に予約を入れてもらえれば、うんうん、丹野さんの受けてみたいなっていう方はリラクヤで受けられるようになりますよ。はい、はい、あ、気に入りましたらチャンネル登録グッドボタンをお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。